頭がんばのやつ、ちょっとおかしくねえか？ケンジ先生のことが、授業中いきなり歌い出したり、わけのわかんねえ幼稚園だったかの話こしたり、骨田の満月の晩年もよ、校庭でヒョンタの踊り子踊ってたんだってよ。そんだけじゃねえ、ケンジ先生にはよ、お化けの声も聞こえるんだすよ。ほんとだか？嘘でねえべじゃ。お稲荷さんの下の一本杉のどこで泣いてるおなごの幽霊を。静かにしろじゃ。先生の来ねえ間は自首だべ。うしえ、この格好つけが。はるばる、座れ、中佐くん。おい、遅れてすみません。表があんまり暖かいので、マルメロの花と一緒に日向ぼっこをしていて、時を忘れてしまいました。すっかり春ですね。では皆さんはなぜ暖かいと感じるかわかりますか？暖かい、わかるか？一個わかねえじ。さあ教科書は閉じて、それから目も閉じてみましょう。目閉じる？さあみんなも目を閉じて。はい。こうして目を閉じていても皆さんは感じることができますね、春の日差しの暖かさを、歌うようにそよぐ風を、体いっぱいに。私たちの体は目に見えない小さな小さな分子の集まりです。水素、酸素、炭素、空気も風も水も、マルメロの花びらも、みんな私たちと同じ分子の集まりです。そして分子は私たちがじっとしている間にも、ものすごいスピードで体の中を飛び巡っているのです。水素ガスの分子が1秒間にどれだけ他の分子とぶつかり合うか知っていますか？100億回、100億回ですよ。たった1秒間に100億回もアタックし合っているんです。そんな激しい分子の運動が熱や温度になるのです。皆さんは楽しい時、ワクワクする時、憧れの君を思う時、胸が熱くなりませんか？それは心の思いが体の分子を動かして熱に変えているのです。人間というのはだから、そんなにぎやかな分子たちが集まってやっている一つのお祭りなんですよ。お祭り？ほほーい。あれは宮尾かまどのエーナさんだな。さあれんでよく新車務まるもんだな。すてやっぱしおかしいし、白かんば。いくら暖かくなると分子は動き回りたくなるっつったってな。さ人間もまた分子です。日差しの中を飛び巡りましょう。やっぱしおかしい。何か出したぞ。しっ、来ます。青い声、鳥とは青い紐である。そして紐は、青い紐は
これが何に見えますか？何ってただの石ころだべじゃ。そうですね。でも本当にそれだけですか？誰かの顔に見えませんか？何だと？この石は石灰岩。すべすべしていて可愛らしくて、活動写真の女優さんみたいです。そうか。こっちは石英素面岩。ゴツゴツしていて頑固そうで、うちの学校の校長先生みたいです。本当だ。あ、こいつ我にそっくりだじゃ。こいつはカスケだ。こいつはサブローだ。石にもいろんなやつがあります。そう思うとなんだか我々と同じみたいに思えてきませんか？ならばお話ししてみましょう。そりゃ無理だ。こいつはただの石ころだ。やっぱ先生おかしいぜ。なんだか叩いてる。さあ、そっと耳を澄ましてごらんなさい。こうして石を叩くと、みんな違う声が聞こえてきます。それは石が、地球が語る声なのです。見渡す限りの草原、甘酸っぱい草の匂い、新鮮な風がすべての汚れを洗い流し、世界は光に満ち溢れている。こんなところにいると人は神にでもなれそうな気がするね。さあ行こう。ああ。寄り添いて赤き腕木を連ねたる電信柱。またスケッチかい？ああ、ここへ来るとイメージがどんどん湧いてくる。俺はいつかきっと天界のように美しい農場を作り、そこで演劇や祭りをやって新しい農村芸術を生み出してみたい。君の夢は？夢か。僕の夢はこの世界の背後に働く見えない力、誠の力の謎を解き明かし、その道を進んでいきたい。素敵な夢だね。でもどうやってその道を行くのかい？まだその方法が見つからない。そうか。でも
いつかきっと見つかるよ。本当にそう思うかい？ああ。その道を一緒に行けるといいな。カナイ。オオトカゲだ。え？あそこ。琥珀色の空の中を中生代のオオトカゲが行く。でも無理だな。そこをなんとかならねべんが。こいで鉄砲の弾変わんねど、おら今年の冬なんじょしてこせば。しかしな、今どぎなたと古着だけではな。スタドもおらふにゃもうこいだけしか残ってなくて、病気のお母様さ貸せるには。62銭が限度だな。これ以上はどう頑張っても貸せないな。すがだねす。ケンジ、夜通しほっつき歩いてると思ったらまたガラクタ集めか。少しはうちの仕事を手伝ったらどうなんだ。どうして、どうしてもっと貸してあげられないのですか。あんなに困っているのに。道場で貸していてはうちが潰れる。それに社会の経済も成り立たなくなるぞ。しかしそんな仕事は。ならばお前はどんな仕事をするのだ。私はこれから浮世絵の販売をします。甘いな。こんな田舎で誰が買うものか。ならばアメリカに渡って事業を起こしては。話が大きすぎるな。その資金はどうするつもりだ。それはそうだ、人造宝石を作る仕事はどうでしょう。綺麗な宝石をこの手で作って、半月くらいガラガラ働いて、あとの半月は童話を書きます。夢のような話だな。お前の当人の寝言のような話など誰も読むまい。それにまさかお前、その宝石を人造と言って売るつもりではあるまいな。どうして本当のこと言ってはいけないんですか。ちゃんと科学的なプロセスで合成するのですよ。何が科学だ。いつまで夢ばかり見ているつもりだ。夢なんかじゃ。夢だ。夢じゃない。修行が足らんな。もっと地に足をつけて生きることだ。まだ温かいわ。お兄様が大切に抱えていらしたから、きっとその気持ちが伝わっているのね。どうし、帰ってたのか。ええ、昨日8時上野発の夜行で。お兄様は相変わらず石子拾いね。ああ、昨日はなめとこ山の沢まで行ったよ。そんな遠くまで。いいかい、この石子さ、光に当ててよく見てごらん。きれい。キラキラ光っているのは黒雲母の結晶さ。この石をカチッと割った時、ずっとずっと昔、この連中がまだ銀河に漂うガスだった時に見ていた暗黒の空間が、いつの間にか紺碧の青空に変わって真っ青に光っているのに驚いて、叫ぶこともできずにキラキラ輝いているんだ。主よ見舞い。
歌だ。賛美歌の391番よ。大学の課外活動で習ったの。そうか。他にも何か習ったのかい？たくさん。ねえ、開けてみて。ああ。ほう！シェフィールド製じゃないか。高かったろう。今度みんなにケーキを作ってあげるわ。ほう！知人のタゴールさんが来日公演された時にお付きの方から習った直伝よ。ほう！そいつは楽しみだ。ずっと書いてらっしゃるのね。ああ。この間送ったアザリアは読んでくれたかい？もちろん。ねえ、あの短歌の中にあった寄り添いて赤き腕木を連ねたる電信柱ってお兄様とカナイさんのことでしょ？え、生意気言うな。大当たり。しかしカナイのやつはすごいよ。あいつは俺と違ってこれから何をすればよいかをよく知っている。俺のことを分かってくれるのはトシコとあいつくらいさ。ああ、まるで恋人みたい。え？おいおいおい。慌ててる。まったく。だけどあいつとはずっと一緒に歩いて行けそうな気がするよ。ずっと、そうずっと、どこまでも。あ、トシ、身体極まって花巻の家を飛び出し東京の片隅で暮らし始めて早半年が過ぎました。私は今小さな出版社に身を置き書いて書いて書き続けております。今度の日曜日、もしあなたのご都合がよろしければ上野の森の図書館にて3年ぶりに相まみえ語り明かそうではありませんか。文学のこと、演劇のこと、そして誠の道を共にどこまでも行くことを。あ、穂坂さん、宮沢です。会いたかった。宮沢さん。はい。あなたとは一緒の道を歩めそうにはありません。え？トシ、トシは無事か？トシ、早かったナス。まあ、ん？足足。え？ああ。慌てもんなんだから。生意気言うな。これは西洋式だじゃ。ほら、検査。なんでことを。もうお兄様ったら。そんだけ笑えりゃ大丈夫だな。え？全く心配かけやがって。子供こさえる代わりに書いたのさ。こんなにいっぱい書きたいことがいっぱいで手が止まらなくなってしまいには文字がぴょんぴょん飛び出してきてペコペコお辞儀をしたぜ。お兄様らしいわ。もし。
かりを。オラまだ死にたくねえ。学校の先生だって続けたいし、恋人だって。やんた、オラおかしなこと言ってしまって。おかしなことあるもんか。いくらでもできるさ、恋だって何だって。やめて。ねえ、話的で、兄さんの書いてるお話、話だけで。よし。私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たないでも、きれいに透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。また私は畑や森の中で、ひどいボロボロの着物が一番素晴らしいビロードやラシャや宝石入りの着物に変わっているのをたびたび見ました。私はそういうきれいな食べ物や着物を好きです。これら私のお話はみんな林や野原や鉄道線路やらで虹や月明かりからもらってきたのです。本当に柏林の青い夕方を一人で通りかかったり、11月の山の風の中に震えながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がして仕方がないのです。本当にもうどうしてもこんなことがあるようで仕方ないということを、私はその通り書いたまでです。
誰も読まなかったな。これだけするのにいくらかかったと思っている？申し訳ありません。たくさん売れてる本はどんな本か本屋に行ってよく研究することだな。しかし私は売りたくて書いているのでは。それが嫌なら家業を継げとは言わん。お前に継がれてはあっという間に新書を潰す。今の教師の仕事にきちんと専念することだな。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。風景やみんなと一緒にせわせくせわしく明滅しながら。おい明滅だってよ。なんだべこいつは。なんじゃないみだべ。透明な幽霊の複合体。先生。はい。よくわかんねえし。わかんねえわかんねえ。何のことだかわけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは私にもまたわけがわからないのです。どうして、どうして一緒に行けないのですか。この世界に本当に大いなる力が働いているのなら、なぜ人は争うのか。なぜ生き物は殺し合い、互いに食らい合うのか。それもまた誠の力の意志なのかも。いえ、その答えを探しに一緒に行こうではありませんか。あなたはまるで雲の上を歩いているようだ。理想という雲の上を。確か先生、どっか具合でも悪いのすか。いや、それよりどうしたこんなに揃って。犯人が分かったんだ。犯人。オラの帽子が取られたり、寄宿舎のランプがなくなったり、高木のやつが取るのを見たんだって。
あいつが盗んでるとこを奈良尾が夜中に見たってよ。どこまでもどこまでもまっすぐに歩きましょう。何がどこまでもまっすぐんだよ。うわっ、叱るんならさっさと叱ればいいでねえか。うわなしてよ。最後まで逃げ出さなかったな。この地球に何十億という人がいるのに、お前と俺が先生と生徒になったのも何か目には見えない不思議な因縁があってのことだ。そうだろう。してみると俺とお前は親子でもいいし兄弟とも同じだ。いや、今日からはっきり兄弟になろう。本当の兄弟に。ところでお前はどうして人様のものを取るのだ。金が欲しかったら金、物が欲しかったら物、何でも兄である俺が弟であるお前にやる。俺の月給は90円だが、入り用ならば90円全部でもお前にやる。それでもしも足りなければ言ってくれ。どんなにだって借金してでもお前にやる。さあ弟よ、今度はお前の夢を聞かせてくれ。学校を出てお前は何をするつもりだ。俺は町に出て働きて、どこかの役所か銀行にでも勤めて。家の農家の仕事は継がないのか。役所は税にならねっす。俺はもっと稼ぎて、稼いで先生、兄さんやとっつぁんやかっつぁんにこったな心配かけねえで暮らして。おい、聞いたか、白神馬のやつ学校辞めるって噂。本当か。職員室で話してるのを聞いたやつがいる。スタドもなして。さあ、おめえらあんまりいたずらするからよ。なに。でも先生が辞めてしまったらなんだか学校つまんなくなるよな。ああ、本当だ。あ、先生が、ほら、ここで。下の畑で会いましょう。雨にも負け、風にも負けず、雪にも夏の暑さに負けず。全くスロットがなす。金持ち息子の道楽だべじゃ。どうしてすぐに音を上げるのっす。はなく決して怒らず、いつも静かに笑う。新たな時代は世界が一つの意識になり生物となる方向にある。わかりますね。
味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きしは、いつも夜通しどんちゃん騒ぎが、あれが芸術なんだぞそんなま百姓にいらねえのす、暇人のやることだべ。花で飯食えるか。とってもうめんだから。帰ってくれ。なすて母さんがせっかく作って。俺はここで暮らしているみんなよりいいものを食べたりするわけにはいかない。でもえなさんそんなにやつれて、えなさんまでとし姉さんみたいになっちまったら。帰ってくれ。とんだペテン師だなっす。なぬが科学だ。素人に肥料のことがわかるはずねがべせな。みんなベンソスナスだとよ。バカにしてるナス。図鑑が金持ちだからって何でも金に片付くと思ってるんだべさ。そんなのっす。先生。よ、君たちか。行くぜ高木。よし。宮森村に肥料設計に行って帰ってきたらば。畜生、きっと下流の奴らの仕業だ。行ってぶん殴ってやりたい。でも私にその度胸はないから、こうして印を立てて気持ちを紛らわしていたのですが、なんだかわからなくなってしまいました。一生懸命荒れ地を耕し、大切に大切に野菜を育てたつもりでも、私たちがそれを食べるということは野菜の命を奪うことに何の変わりもないのではないでしょうか。そういえば今日は哲夫君一人ですね。高木のやつは東京さ働きに出ました。高木の父ちゃんが病気で倒れて、百姓じゃ借金返せなくて、だから先生に合わせる顔がねえって。いや、おはよう。また一晩付き合わせてしまいましたね。ああ、綺麗な朝だ。先生、もうやめにしましょう。こんなこといくら続けたって
先生一人がいくら頑張ったって何も変わりやすねえんだ。何ですかこれ。お茶です。夜明けの水に松の葉をあしらってみました。先生やっぱおかしいわ。私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たなくても、綺麗に透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。百姓仕事は確かにつらい。だからせめて楽しくやりたいじゃないか。それで何かいいことあるんじゃないかと心の底で思ってたんだろうな。また幻覚か。俺もここまでか。地べたについたあの真っ黒な雲の中、地べたについた真っ黒な雲の中、俺ではダメなのか。真っ暗な大きなもの、俺は動かすことができないのか。変わります。これはどうですか。変わりません。いいえ、変わります。変わります。みんなの言う通りか。なあ、トシオ、何にもうまくいかねえよ。アメユジュとてちてけんじゃ。アメユジュとてちてけんじゃ。アメユジュとてちてけんじゃ。
ほら、雨雪取ってきたぞ。冷たい。冷たい。でも、あったかい。え？リーさんが私のために取ってきてくれたから、この雪冷たくてあったかい。トシ、冷たくてあったかい。冷たくて。トシ、新しい時代のコペルニクスよ。あまりにも重苦しい重力の法則からこの銀河系統を解き放て。どこまでも本当の幸いを探しに。もう少し行ってみるか。ああ、ん、隕石？星から来た石か。まさかな。もうすぐ春だな。ほほー、怒りの苦さ、また青さ。四月の奇想の光の底を椿し、萩しり、行き来する。俺は一人の修羅なのだ。